めめめめあ、みめちゃんねるってやろうじゃん、それをせーの、みめちゃんねるやめて、やめてやだって何よやだって何だって怒ってるよ。なんだ、これがいいね、かわいいじゃん、かわいいよな。Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. 鹿児島県に来ました。鹿屋市だけじゃないけどね、行くのは。大隅、よく分かってるね。鹿児島県の大隅半島を旅します。車で。みんなでね。ミューカはカメラマンとして呼びまして、まあ、一緒に楽しめればいいなって思います。大隅半島、うん、あるね、こういうね、うん、かいちゃんに自然に、ね、触れてほしい、そうそう、自然に触れて学んでほしくて来ました。そうなの、そうそうそう、いらん話してもいい、私は東京生まれ、東京育ちの東京育ちなわけ。ミューカもそう、ミューカも、カイちゃんもそう。私自身も自然にあんまり触れてこなかったわけ。早稲田、高田の馬場、あの辺が私のふるさとだったのね。東京は無印良品だけじゃん、木のぬくもりって。ね、確かに。私も無印良品が自然だと思ってた。わかるよね、あ、これかみたいな。目印良品以外ないよ、ね、って言っても過言ではないぐらい、ね、あとまあ代々木公園代々木公園、ね、代々木公園は まさにね、かいちゃんもまさかそんな風にね育ってほしくないし、空気を感じてほしい。この年になってやっと分かってきたの、自然の良さ。大人になる方が分かってない、うん、気持ちいいもんね、見てる気持ちいいよね、空気とかね、うん、全然違う、そうでしょ。まあとにかくかいちゃんに今日は自然に触れて学んでもらおうかなって思ってます、うん、いいですか。ホームページがあるんだって、鹿児島ナビ旅っていうのがあって、でいろんなコースがあるのよ。その中で私たちが参加するコースは、わかりましたか？自然を学ぶコースですよ。行きまーす。今のでオッケー。一人だけでいい。はしゃぐのはね。できました。Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby. Try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. かいちゃん、これのどこかにハートマークがあるんだって。え、どこどこ？あ、だばい。ちょっと。And I really don't mind. Yeah, let's go. Let's go. これは何ですか？キツネ。かわいいね。かわいい。じゃあ、じゃあ。初めて見た。じゃあ、嬉しい。何やってんの？まあ、でも動画的には言ってくれた方が。なるほど。
愛ちゃんよりも若い。だから綺麗なんだ。探してたってこと？あの、うわ、いっぱいいる。ここにもいた。本当だ、隠れてるんだ。なんかあっちにいっぱいいたんだけど。どこ？本当だ。1、2、3、4、5、6。かえちゃん、ここにもいるよ。ここにも。ここここ。プリンピーチで。Đây, cái chạy cho đấy. Đưa cho đấy. Đấy, cho đấy đưa chạy. Đây, xuống cái chạy. Đưa cái chạy. Bây giờ mình đi chạy lên, đi chạy lên. Đi chạy xuống cho chạy, đi xuống. Đây, đi xuống chạy. はい、じゃあ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 
Verdade, já... ね、じゃあ置いてこっか。どこに置こうかな。ギャルやん。139本の鳥。行きましょう。中にもいるかも。わあ、すごっ。綺麗。わ、めっちゃ綺麗。いいね、楽しかった、うん、かいちゃんがキツネ探して面白かった。若い人はもっとインスタとかで狙えるかも、ね、うん、よかったね。では次、うん、手袋すごいね。パワースポットですね。どうでした鹿児島、自然と歴史に触れることができましたか？今回の旅どうでした？何が一番好きだった？面白かった？遊園地。遊園地？あとバラ園行った。バラ園コスモスいっぱい咲いてた。夕焼け見たね。ああ、それね。今日は海行ったよね。あ、来たよ。ありがとうございます。どうですか、かいちゃん。おいしい。おいしい。これラーメンのスープみたいだよ。スープ、うん、うま。
ただきます。おいしそう。おいしい、うん、このカレーうちに持って帰りたい。もう一個頼んで。濃かったね。やばい、うん、本当だよね。お酒。あ、旅ってこういうもんだなって思う。最後に言いたいことありますか？お家にまた帰りたいぐらい美味しかったし。カレーが美味しかった。ラーメンも美味しそうだったけど、カレーが好きだから。ごちそうさまでした。